敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。 決めろ。 敵の気配は消えたようだ。 落ち着いていこう。 繋げてやるよ。 よし、 クローム直伝これだな。 一番槍、 とどめ。 ラスイチ。 今度こそ。 えい、 やった、 倒せた。 私も役に立ったよね。 敵の気配は消えたようだ。
のは紛らわしの気配。いや、せい、俺が力になる。行くぞ。せい、はっ、てあっ、せい。こいつは強敵だぞ。俺についてこれるかよ。毒に侵される気分。うわっ、おマジかよ。おっと、まだ倒れるわけには。撤退しよう。敵の気配は消えたようだ。こんにちは。こんにちは、いつき。こんにちは。二人は何を話してるんだ。シーダに翼お姉ちゃんと仲良くできてるか聞いてたんだ。お兄ちゃんはクロムと仲良くできてる？仲良しだよ。ああ、俺といつきの関係は至って良好だ。よかった。気にかけてくれてありがとう、チキ。そういえば俺もクロムとシーダに聞きたいことがあるんだけど、いいかな。何かしら。二人ともあれから記憶は戻った？残念だけど名前以外は思い出せてる。俺も同じだな。クロムもシーダも気を。確かに不安がないわけじゃないが、
それより今は歌や踊りといった芸能と呼ばれるものがとても興味深いな。芸能は？ああ、いつきを通して見聞きしてきたが、芸能とは不思議なものだ。どれも新鮮で心が揺さぶられる。ええ、翼が楽しそうに歌っていると私も楽しくなるわ。そっか、二人とも前向きで少し気が楽になったよ。心配してくれたのね、ありがとう。でも大丈夫、私たちの記憶を取り戻す手がかり全くないわけじゃないから。ミラージュたちが起こしている事件、その謎を追うことが俺たち自身を知る手がかりになるはずなんだ。だからイツキ、俺たちはこれからもお前たちに手を貸すつもりだ。ありがとう、二人とも。私も頑張るからね、お兄ちゃん。チキもよろしく頼むよ。パフォーマーが集まるミラクルステージ、新しいカルネージが作る。新しいレディア、どんなのが。もう持って。これで、それじゃ。カルネージフォーム。今。他にご用。まだまだ高みを目指せるはずだ。それじゃあ、やったね。え、次はどうしよう。パフォーマーが集まる。